ただいま、明日から夏休み。さあ続きやっていきましょう。こちらからですね、はい、タイトルとのギャップ。さあこれ何すればいいのか全く分かんないんだけど、あ、手帳が落ちてる。はい、ヒロ、誰かの手帳手に入れた。読めんのかな。いや、もうエフェクト、サウンドエフェクト、表紙に1994年と書かれている。僕たちの最初の公務、ん？任務ね。任務は、公務って。幽霊病院の調査。隊員は7人。男子4人。女子3人。この手帳にみんなで、署名する。ゆうた。何？たか、こ、うん。ひろお、けんた。たいち、まりこ。はなこ、りか。あ、たかし、ゆうた、あ、名前ね。なるほどね。たかし、ゆうた、ひろお、ケンタ、タイチ、マリコ、ハナコ、リカ。1、2、3、4、5、6、7、8人。我ら少年探偵団はいつも一緒である。ケンタ隊員がマスターキーなるものを見拾った。何でも開けられる鍵らしいけど、がどこに、どこも開かない。マスターキーじゃない。タイチ隊員に言えると、これは非常口と読むらしい。通りで開かないわけだ。手術室に来た。真っ暗で怖い。リカ隊員が注射の針で足を怪我した。やべとけ、お前、それやべえって。床に注射が落ちている。足元に気をつけよう。それ大丈夫か、それ。病室で太一隊員と同じ名前を発見。この部屋は他の部屋と違って豪華だ。タカシがベッドに置いてあったチョコレートを食べた。毒が入っているかもしれないのに、危険だ。何これ面白すぎる。屋上に来た。風がエアコンみたいだ。お昼はここで弁当を食べよう。景色が綺麗だ。今気づいたが人数が一人多い気がする。誰だろう。でも人数は7人だ。さっきまでいた仲間がいないような気がする。なになに、お前、お前友達のこと覚えとけ。え、だってさ、だってさ、ちょっともう一回読みますよ。うん、7人でしょ。たかし、ゆうた、ひろ、けんた、たいち、まりこ、はなこ、りか、1、2、3、4、5、6、7、8人だもんね。最初から8人いたよ。どういうこと？どういうことなの、それは。いや、もう突っ込みどころがいいね。いっぱいあるね。男子トイレになんかあるかな？私が映ってる？私が映ってる？これ幽霊的な話なのかな？サスペンス的な話なのかな？もうわかんないよ、たくたくさんは。うん。怖いなぁ。急にびっくり系じゃない気がすんな。あー、びっくりしたびっくり系じゃないと思ったらびっくり系じゃないか。あ。誰？女子高生。うん。みんな止まってる時間長い。ということは赤ちゃんが、赤ちゃんが、この中に？怖すぎる！中を見る。ん、袋の中には冷たい赤ん坊が入っている。公園で聞いた噂は本当だったのだろうか。さっきの人なのかな？いや、もう、辛い。心が痛い。袋の中に冷たい赤ん坊が入っている。でも袋のままか、どうするべき？通報案件よ。袋、いや、袋を閉じないとなんか、虫が湧いて、かわいそうなことになりそうだし、でも袋を閉じたら閉じたで、ああ、何も想像したくない！このままにしとこう。どっちもどっちだよ。閉じてあげた方がいいかな。閉じてあげ、匂い、いや、わかんない。閉じてあげよう。もうやだ。帰る。帰りたいけど。これ何を目的に来たの？そもそも。
目的を示唆されてないね、身だしなみに気をつけましょう。健康に気をつけましょう。安全確認をしましょう。目的がないことほど不安なこともない。封筒や書類が散らばっている。地方医務局や医師会からのものばかりだ。目的がないことほど不安なことってなかったりするよ、マジで。どう思う、みんな。退職者名簿や職員名簿といった綴りが並んでいる。たまにあるじゃん。カレンダーは平成2年6月となっている。会議や業者との打ち合わせなど予定がびっしりだ。書類が散乱している。数値やグラフが並んでいるが、難しくてよくわからない。しょうがない、それは。ちょっと、いろいろ開けてっけどさ。古いデスクトップ型のパソコン。お、紙が挟まっている。キーボードの下に。非常口影を守衛室に返却する。外部の非常階段に重大な欠陥が発覚したため、うん。2階以上の非常口を施錠して厳重に、封鎖する。業者と打ち合わせする。危ないんだね、じゃあな。多分。非常口はな。なんかあるかな。ないね。いや、この子マジ何しに来た、ここに。本当に。お、それが不安、マジで。単に肝試しっていうこと？登場、この子の中の登場人物って今のところ、あれだからね。この子しか出てないからね。まあ、一応おじさんもいたけれども。おじさんもいたけど、あの人多分ヒッチハイクで捕まえたおじさんやろ、多分。いろいろ怖いぞ、想像すると、本当に。俺の妄想力が強いだけかもしれないけど。魔法瓶だ。魔法瓶、久しぶりに言った。で、続いていて触れたくないと。ハエの視界が落ちて。洗剤。この辺は関係ないのかなぁ。ここもなんで肺病院になっちゃったのかとか、そういう説明もね、ないからね。あ、ロッカーが開いている。ん？あ、なんかあるよ。退職願いとかがあるな。うん。中空っぽか。これなんかここだけシミが。いくよ。え、なに？ゴミ？食べ物なのか動物なのかわからないほど変わり果てたカビの塊のような物体がある。なんだろう、マジでそれは。あんまり見たくないね。いや、なんかこういうさ、廃墟にさ、忍び込んでさ、診察録、診療録、なんかそのまま死んじゃう人とかもいるんでしょうね。なんつうの、ホームレスみたいな人とかもそうだしさ、遊び半分で来てなんか事故って誰にも見つけてもらわないで死ぬとか、結構そういうのありそうだよね。古い方のレジスター、レジスター。患者の皆様へ、当院は初犯の事情により平成2年6月7日をもって閉院いたします。どうぞご理解ください。院長田中博。あ、え、博は見えたけど、博病院ってこと。アンケート用紙と書かれた紙が落ちている。アンケートに答えませんよと。こっちはナースステーション的なこと。ナース、まあ、事務所詰め所かな。事務の引き入済みの、準看護師養成所の願書がある。細かい設定だな。これじゃ特になし。食べかけの板チョコが入っている。チョコには小さな歯型があった、あとがある。あ、ちょっとこれ、侵入した子を食べたんですよね。宅配弁当価格表。うん。スーパー日の丸弁当ってなんだろう。2000以上のご注文で配送料無料となります。ウーバーイーツの先駆けですね。先駆けではないです。昔からあるやつ。未使用の規定シールはたくさんある。おー、いいじゃん、それ売ろうよ。ちょ、もういい。売ろうよじゃないんだよ、廃墟に来て。こっち、まだちょっと早くね。ちゃんとまだ見てない。こういう、なんか細かいところをね、見ていくのが僕は好きですね、こういうゲームはね。うん、診療報酬明細書。やっぱここは事務所だね。コピー機。こういうの見てる必要ある？一冊だけアニメ雑誌がある。どうやら最終号のようだ。
アニメ雑誌の最終号。アニメディアだとかなんか、いろいろありましたよね。でもまだあるのかな？ごめん、勝手に終わらせ、あー痛い！やめてよー。ライフ1減ったなー。これが、ちょっと、今後どう転ぶかわからんから、ちょっとセーブ分けとくか。うん、診察券はたくさん落ちた。まぁ、ちょっと次行きますか。次行きましょうか。隣だね。ここは何してたの？閉院会のご案内。突然の閉院ですが、飲みに行きましょう。日にち見て、場所見て、見てなんだね。まあ、飲まないとやってられねえよと。麻薬、廃棄届。そういうのをしなきゃいけない。まあ、麻酔と麻薬はなんか、同じみたいな、なんか、同じ、全く同じじゃないかわかんないけど、聞いたことがあるような、ないような。トローチの箱。喉が痛いときは、トローチを舐めましょう。あんま好きじゃないけど。大量のブドウジュースが入っている。ブドウジュースかな？本当に。どうだろうね。やばいジュースかもしれない。ジュースのような血かもしれない。うわ、なにこれ？結構。麻薬は死への道。あ、なるほどね。そういうことね。え、麻薬、待って。そういうこと？麻薬を横流ししてて的な、そういうニュアンス。うん。まあ、どっちか行くしかねえな。こっちから行くか。薬、許さぬ。ここは？あ、これ非常口。開かないな。あ、こっち開く。あ、違うわ。診察室か。からのワインボトル。救急、箱だ。うっすら、薬品の匂いがする。ガーゼ。紹介状入っている。まあ、紹介状書きますよ、みたいなね。言いますよね。あ、こっちから開けられる。こだわり。この辺、封鎖されてんな。ドアノブがワイヤーのようなもので巻きつけられていて、びくともしない。入れないかね、そこはね。視力検査の表だ。視力が 2.0 ある。あ、すごい。メインですね。人骨模型。今んとこなんか、さっきの女子高生以来の衝撃はまだないですね。なんか随分落ち着いたわ、でもおかげさまで。結構ね、何も来ないからね。随分落ち着きましたよ。心が。落ち着いたかな？これで？あ、こっち行ける？あ、行ける。あ、行けないか。早かったよか。なるほどね。ここ何室だろう。身だしなみに気をつけましょう。健康に気をつけましょう。安全確認をしましょう。封筒や書類が散らばっている地方医務局や医師会からのものばかりだ。なんもないんでしょうね。なんもなし。なんか魔術書みたいなの置いてある。空広っていう病院なんだ、これは。労働、組合、結成20周年記念誌という台の方がある。空広病院の歴史や、組合の、活動成果などが載っている。設定が細けえ。なんもなし。この書類は？この書類とか。総務課長。いろんなお仕事があるわけですよね。病院の中にもね。実際に治す人だけが働いているわけではないのが病院ということですな。で、これどっち？あ、どっちだった？どっち行った？これ。駐車場での事故について。平成2年3、2月3日に当院駐車場にて当て逃げが発生しました。事故を目撃した、などの情報があればお知らせください。
田中広。このトイレは、このトイレは捨てられてないようですね。うん。こっちは男子トイレ。私花子。いたずら書きだね。え？登れてしまう。びっくりしてた。ここは病室か？あ、違う。なんか置いてあるよ。取りに行けない。廃墟？東京タワー？はい。廃墟じゃないんだろうね、じゃあね、これはね。電話機が落ちている。わざわざ廃墟の模型飾んないでしょうね。ここは院長室かなんかか。本の間に写真が一枚挟まっている。椅子に座った院長と思われる人物が葉巻を加えて本を見ている。はぁ、あ。テレビだ、画面がひび割れている。解雇通知書と書かれた紙が散らばっている。事業所閉鎖による解雇らしいが、解雇通知書は職員に渡さなかったのだろうか。確かに。確かに。なぜ渡されなかったのか。ここが院長室だったとしたら。なんだろう、この給湯室は。いや、すごい緻密に作られてんな。あいて！これあれか、手術室の針ってやつ。未開封のチョコレート。あ、拾う。おそらく侵入してきたことじゃ。拾わない。これ死んだらどうなるか、これ。あ。もうダメ。続きかな。どっからこれ。え、ずいぶん前だな。でもどうだろうこれ。そんなフラグなんか立ってなかった気すんだよね。立ってなかった気するから、もうこのままじゃちょっと探索続き、いっちゃいますか。で、手術室ちょっと踏みすぎちゃったってのもあるけど。あれ、ここは？あ、ここ給湯室じゃなかったんだ、そもそも。そもそもがね。で、注射器は踏まんようにして、これ拾った方がいいかな。チョコレートを手に入れた。輸血用と書かれたパックが2つあるが、どちらも乾燥しており、うち1つは無理やり開封した跡がある。なんだろう。そんな、輸血用の血なんか絶対ほったらかしにしないはずなんだけどね。何かよからぬことが行われていたということなんでしょうかね。廃病院になった後に。あ、すげえ。見下ろせる。オーバーヘッドプロジェクター。オーバーヘッドプロジェクター、懐かしい。これね、こっちにあるじゃん。なんかね、この辺とかに置いたらね、ここにやったフィルムみたいなのがね、映し出されるんですよ。もう使ってないとか、使ってないでしょうね、もう。どこもね。本当に見たいの、見たのは、たかしくん。どういうこと？ゆうたくんのエッチ。ゆうたがリカのパンツ見た。スケベスケベ。本当見たのはたかしくんだって。でも女の子のパンツ見たぐらいでエッチか。これかこっち行きましょう。なんだこの後マジで。これ何、そもそもこれ何、何かの機械で引きずられたよね。引きずられたよなとかあるマジで。もともとはでもここにあったんだろうな。違うかな。なぜ引きずったのかっていう。管理区、あ、放射線が出てるってこと？ここも。放射線的なものが出てる。もしや。大丈夫かな？ようわからんけど。X 線の機械ってことだよね。レントゲン。ん？まあ、この辺は見たとして、こっちなの？ファイザラ？付箋に予備部
予備部儀と書かれて、書かれて、予備部儀？予備部儀って何？お菓子やタバコの箱は捨ててある。屋上に行くべき？もうこれは。あ、ここね、やばいとこだね。うん。なんか倒れてるよ。すーごいね、タバコの灰殻。誰かの写真。あ、新聞。新聞が落ちている。テレビ欄の番組、音楽番組に赤ペンで丸がつけられている。音楽番組。ミュージックステーション。トゥルルドゥー。トゥルルルルー。これってビーズの曲なんですよね。違ったらごめんなさい。上。ここは看護師記録。屋上まで行ってみるの？これどこ？缶ビールが置いてある。誰かが捨てていったんだろうか。まあエレベーターは使えんわな。せっかちだからもう、行っちゃうからね！屋上。あ、ここ登れるかな？あ、登れる、登れる。排水、あ、給水塔だな。劣化による影響なのか、蓋をびくともしない。何か工具があれば開けられそう。なるほど。工具的なものを、取りに行った方が良さそうではある。めっちゃよからぬ雰囲気が漂ってんな、この屋上も。まあ、上行ってみますか。上っていうか、下か、3階。ここはまあ、病室ってことだよね。工具がどっかにあんのかな？毛布にカビが生えている。平成2年6月となっている。うんうん。どっかに工具的なものをこれは手に入れるんだろうな。工具的なものないかな。こういうとこ。ないか。ないね。いや、ここもガラス割れそうな気がする。大丈夫だった。患者の移送についてと書かれた紙が散らばっている。患者の氏名と移送先と連絡、うん、メモ帳が入っている。タバコ、昔すごいタバコの吸い殻入れね、灰皿とかその辺にありましたけど、今はもうなんていうか分煙化なのか、すごいもうどこ行ってもないですね。僕吸わないからいいですけども。病室はどっち？うん。こういうとこ調べてもなんかあるかな？ちょっと一つずつ調べるのがしんどいですけど。なんも出てこなさそう。どうでもいいけど、この子すごいよね。こんな夜中の廃病院行けます？俺には無理。これは負けても意味ないか。おお、ここあれだ、デイルームってやつですかね。うんうん。おじいちゃんによく買ってもらったウーロン茶がある。ペルーの大統領選についての記事が載っている。フジモリ大統領だったっけ、ペルーって。ケーブルが抜かない、ケーブル抜かないでくださいと書かれた紙が貼ってある。ケーブル抜く人なんかいいの？テレビ。ようわからんが。わ、ここ何？献立表。特別食とスタンプが。うん。特別食ね。あ、こういうとこ開く？いや、こんないちいちやってられないよ。こんないちいちやってられないよとは言ったけど。あ、包丁が落ちる。拾う。包丁拾っちゃったけど大丈夫？冷蔵庫空っぽ。
異臭が漂っている。大丈夫かな。何も入ってない。なんか入ってたら多分、何も入ってないね。何も入ってないね。これ下に降りれるとこだね。工具らしいものはねえな。この包丁かなんかで開けんのかな。てか地下行ってない気がする。そういえば方トイレ行ったっけ。ここも行ってないな。トイレも行ってない。あと地下行ってみたいね。これね、地下行ってみましょう。この辺はじゃあもう大体見終わって、でちょっと地下に一回行ってみましょう。地下行く方法あるはず。こっち行って、これでしょ多分。霊安室的なね。とこがあったりね。工事用のヘルメットが落ちている。ここをやっぱ解体しようとしている人たちもいるから、掃除用。なんか引きずった跡があるな。なんもない。なんもない。なんも、おっと？エッチな本やポスターがたくさんある。読む。それも読みますよ。じじ。普通の包丁だ。放置されていた割には綺麗だ。昔よく食べていたチョコレートだ。一年ほどで製造中止になった記憶がある。なんでさ、その、ロッカーにさ、エッチなポスターとか貼る人っているんだろうね、あれ。なんか、海外のさ、やつとか、映画とかであるやん。あれなんでなんだろうね。おい！白骨死体。よく見ると人体模型と記された。なんだよ、当てる。何かのいたずらだろうか。めっちゃびっくりするわー。いたずらだね、多分ね。第二霊安室。とか行くんで、いて開けるのは無理そうだ。工具。この辺になんか、あ、バール！来たよ。やっぱ、ホラーといえば、バールでしょうよ。バールのようなものとバール。それはもはやバールなのではないかという。深淵がこちらを覗、ちゃうわ。もう何でもないです。何かを言おうとしました。よし、ちょっとバール使って、上の、開けたくないけど開けよう。なんか入ってんでしょ、どうせこの中。なんか入ってんでしょ。みんな覚悟せよ。行くぞよ。あ、待って待って待って。暗くてよく見えない。下手にいじるのは危険だ。え、いいの？バールのようなもの。ということは、明かりがないといけないってこと？懐中電灯。あ、ダメ。でも変える感じですかね、これは。どうなんでしょうね。変えちゃっていい感じなんですかね。見ちゃいましょうか。なんだよ、拍子抜けだよ。こ、うん。え、帰りでいいの？マジで。帰りでいいの？え、納得できん、なんか。やっぱほら、なんか足りないみたいよ。なんか足りてないみたい。これ取った後ね、これね。え、何すんだろう、これ。まあ、いいや。はい、じゃあちょっと今日はこの辺で終わりますか。
ちょっと次までにね、何すればいいか確かめておきますので。はい。というわけでご視聴いただきありがとうございました。結構長かったけど、30分くらい。はい。それではまたお会いしましょう。したっけ？